4時間を超える大熱戦、直接対決の第1ラウンド。先制点はソフトバンク1回の表、ランナー1人、阪神先発小川から3番のガルビス、2試合連続のホームラン、センターへ運んでいきました。これが激戦の始まりでした。ソフトバンク1回の表、2点を先制です。タイガースは1回の裏の攻撃、今日ウェスタンリーグスタメン3ヶ月ぶり復帰の前川右京の1打席目、ランナーワンアウト2塁の場面で回ってきましたがショートゴロでした。その後井上のヒットでランナーが1塁2塁、5番のロドリゲス、ここはソフトバンク先発高橋玲がロドリゲスを3球三振に打ち取りました。序盤ペースをつかんだのはソフトバンクでした。2回の表、ランナーを進めてラストバッターの中田、連続ヒット送りバントで2塁3塁へ進めて、この中田のタイムリーヒットでソフトバンクが3対0、阪神先発の小川一平を捉えます。襲いかかります。でこの佐藤直樹、ボテボテのサードゴロ、記録は内野安打とサードの悪送球、これで4対0とソフトバンク4点のリード。追い上げるタイガースはこの2回の裏の攻撃、現在ウェスタンリーグ打率2位の高寺が満塁の場面でセカンドオーバー、ライトへの2点タイムリーヒット、これでタイガース反撃の2点、4対2となります。でその後ランナー1塁3塁で高寺がスタート、2塁はアウトになるものの、その間に3塁ランナーがホームイン、ダブルスチールが、結局これ、1塁3塁の場面で1つアウトにはなったものの3塁ランナーがホームインしました。4対3とタイガース追い上げたんですが、ソフトバンクがここで追加点。3回5番の増田修の初球カーブを捉えてのソロホームラン、5対3、ソフトバンク毎回得点。この4回はこのピッチャー強襲の内野安打、小川一平の足を直撃、4回途中で小川一平は降板となります。小川は今日4回途中7失点ということになりました。球数も107球を要しました。でリリーフに立った尾中が満塁の場面で政子との勝負、この政子が追い込まれた後の右打ち、見事でした。ライトへのタイムリーヒット、これで2者生還ですから4対0として4対3になった後また7対3と再び4点差がつきましたが、タイガースがまたここから追い上げます。4回板山の右中間へのソロホームラン、7対4になります。序盤からも激しく点を取り合いました。そしてタイガースは5回の攻撃、ランナー2人を置き小野寺、シンカーを捉えて左中間へのこれが2点タイムリースリーベース、7対6、タイガース1点差に迫ります。ゲームは後半に入って6回、ノーアウト1塁から高寺がいい当たりを放ったんですがライトライナー、片山は戻りきれず1塁ダブルプレーになります。試合の後半は両チームのリリーフ陣の好投が光りました。この1点差のまま試合が進んでいきます。ソフトバンクは8回ランナーなしからフォアボール、それからヒット、一塁二塁のチャンスで政子登場もサードゴロ、追加点はならず斉藤が抑えました。今日はタイガースは7人の継投でした。そして何としても追いつきたいタイガース、8回ワンアウト三塁で板山でしたがショートゴロ正面、同点ならず。
さらにその後フォアボールがあってランナー一塁二塁で絶好調高寺、いい当たりもファーストライナー。2度のチャンスがありましたがタイガース1点が遠く、最終回に入ります。ここでソフトバンク1番の佐藤直樹がライトへの当たり、今シーズンの第1号値千金の一発、8対6とここで貴重な追加点。でここで終わらずソフトバンクの攻撃が続きます。松田のヒット、ダイス号尾形の盗塁、野村大樹追い込まれての右打ち、ライト井上の頭上見事に破っていきまして、これがタイムリースリーベース。この時点で9対6、ソフトバンクが9回に2点を取って、これで勝負あったかに思われたんです。しかしここからのドラマ、9回、今日スタメンに起用された前川右京の3ヶ月ぶりのウェスタンリーグ第2号ソロホームラン、これが大逆転への呼び水となりました。これでタイガースが9対7と2点差。そしてその後エラーとそれからロドリゲスのヒットで一塁二塁、途中出場の江越が大仕事、初球を捉えた当たりは左中間へ、逆転サヨナラスリーラン。4時間を超える熱戦、直接対決の第1ラウンド制したのは首位阪神タイガース、これで5連勝、2位ソフトバンクとのゲーム差を4に広げました。